することができませんでした。ここは先頭バッター一つ大きなポイントになりそうです。抑えるかモニエロ。しかしここは変化球、渡辺タイミング合いませんでした。先頭バッター出るか出ないか、非常に空振り三振、送りバント、もしなくなるということになります。空振り三振、なかなか難しいわけですからね、今日は第3打席でセンターへヒットを放っていますが、ここはモイネロに2球で追い込まれました。空振り三振。